はい、それでは、ビアゴプロトーナメント、ワンデーシリーズです。ワンデーシリーズの、表彰式を行いたいなと思います。はい、こちらはですね、3位からの表彰となります。3位からの表彰となります。さあ、上と読み上げます。第3位、ウエイトの方、5485g を取られました坂巻選手。こちらで、はい、おめでとうございます。はい、もうね、こちら次からはですね、2デイシリーズでもお立ちに立った方ですね、お二人とも。はい、第2位、ウエイトの方が 7215g 釣られました伊藤選手。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。さあ、栄えある、ディアゴプロトーナメントワンデイシリーズウィナー、ゼナック川崎プロ、川崎選手、おめでとうございます。じゃあ、写真いきます。さあ、栄えある、ビアゴプロトーナメント第1戦、はい、ワンデーシリーズ優勝の川崎、はい、ベナック川崎選手、はい、さあ、じゃあ川崎選手もちょっとなんか、はい、ありますか。いつもなんか強い釣りで僕は釣ってくるイメージが、ね、フットボールだったりとかヘビースピナーベイトのイメージが僕はすごいあるんですけど、そうですね、あのまあまあ久々にスピニングを真剣にやりましたね。あ、なるほど、はい、いつもは結構、はい、じゃあプロの段階では、はい、結構強い釣りをメインで、あ、もうスピナーベイトオンリーです。スピナーベイトオンリーっていうのは、はい、結構それはやっぱり、はい、釣りが早い分いろいろ回れたりとかそういったことでなんですね。そうですね、まあ結局それが、まあ、釣れるからっていうことなんですけど、はい、まあ結局そのそこで、テキサスやってもジグやっても食わんやつが、まあ、一発でスピナーベイトに反応することって結構あるんで、はいはい、まあ今回もそれでスピナーベイトに反応が良かったんで、なるほど、はい、それで行く予定やったんですけど、ね、はい、はい、どこがちょっとフィネスで、そうですね、もう激甚で、はい、なるほど、なんでフィネスです。フィネスね、はい、そういう時は、はい、なるほど、わかりました。じゃあ優勝者の特権なんで、はい、はい、何か一言お願いします。そうですね、みんな出てください。ワンデーシリーズに出てください、お願いします。ありがとうございます。はい、今回はね、あの新しく出られた方すごい多かったんで、はい、こちらとしてもすごい嬉しかったです。はい、はい、ありがとうございます。はい、以上の川崎選手でした。